高級老人ホームが高級である理由とその特徴について解説していきます。高級老人ホームは一般の老人ホームと比べ豪華な設備や手厚いサービスが提供されます。立地もアクセスしやすい都市部や高級住宅地に建てられることが多く、老後を悠々自適に過ごせる環境が整っています。では具体的に高級老人ホームにはどのような特徴があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。高級老人ホームはアクセスが便利な都市部や人気のリゾート地に建てられることが多く、近隣に商業施設や映画館、人気の観光地がある場合もあります。入居を検討する際は不動産の土地相場も参考にすると良いでしょう。高級老人ホームの中には外国風の建築物や古城の外観をイメージした施設などがあり、内装も高価な家具などが使用され豪華な入居生活を過ごせます。また車椅子なども悠々と動かせるように広々とした空間設計がされています。高級老人ホームでは一般の老人ホームより充実した共用設備が配置されています。例えば温泉、図書館、ジム、カフェ、カラオケ、シアタールームなどが挙げられ、施設によって特色は様々です。高級老人ホームは医師や看護師が24時間365日常駐していたり、介護職員を基準より手厚く配置したりと介護・医療体制が整っています。またクリニックが併設されている場合もあり、緊急時も安心できる環境です。高級老人ホームの食事は良い食材を使い、栄養バランスを考えた豪華な料理が提供されます。またイベント料理も充実しており、有名シェフなどを招いたり各国の料理を堪能できる施設なども存在します。高級老人ホームはサービスや設備などが充実しているため高額です。入居を希望する際はどのくらい費用が必要かをよく把握し、しっかりと資金計画を立てることが大切です。